はい、こんにちは、みゆです。今日は恋愛悩み相談を募集したんですけれども、それに答えていきたいと思います。恋愛相談所です、今日は。彼氏に求める条件は？私は基本的に第1位はお金なんですけど、なんか最近、なんかお金じゃなくて、イケメンがいいなって思ってきて。お金って別になんか自分が持ってるからいいかなって思ってきて、なんかイケメンがいいなって思ってきました最近は。今までかなわぬ恋はありますか？でもなんか絶対に無理って思ってる人を好きになれへんかな。絶対に振られるっていう人に告白せえへんか。連絡が割とすぐ返ってこなかったら返信が返ってきてなくても送っちゃいますか？絶対送れへん。向こうから連絡がなかったらみゆは絶対送れへん。待つ。しつこい女と思われたくないから。みえちゃんの初恋はいつやろ？小学校とか？もう覚えてないけど。男性と食事行った時財布出すふそぶりだけでもした方がいいでしょうか？なんか逆に出した方が失礼じゃないと思うねんけど、みゆだけ？なんかそこは男性のこと立ててあげて逆に出せへん方がいいと思うねんけど。みゆちゃんの忘れられない声。忘れられない声はないです。私は基本的に元彼のことをマジでどうでもよくなっちゃうんで、友達にも戻れへんし、なんか他人以下って感じなんで忘れられない声はないです。元彼はどんな人？でもなんか、あんまり付き合ったことないんですけど、記憶にないですね、あんまりみんな。好きな芸能人は？真剣佑と、チャウヌっていう韓国人。あ、テテとかも好き、最近。タイプすぎるとうまく話せないんですけど、みゆちゃんはタイプな人にはどんな感じで話しますか？みゆも緊張するで、自分のタイプの人は。でも、なんか緊張してるって見せたくないから、まあ喋る、普通にする。普通にしようって頑張る。どんなところに気持ちが冷めてしまいますか？相手が自分のことを、あ、好きじゃないなって思った瞬間に冷める。てか適当にされた瞬間に冷めますね、私は。自分のことを適当にしてきたら、その時点で冷めちゃいますね。みえちゃんは体の相性は重視しますか？もちろん。もう私はもう絶対そういう相性が合わない人とは、付き合いたくもないし、仲良くしたくもないですよね、それは。だって、ね、付き合ったらそこは大事やから。そうなんですが、大丈夫ですかって来てる。大丈夫ではない。追いかけてて既読無視されたらもう一回送りますか？それとも待つ？既読無視されたら待てへんよ。もうそのまま無視よ、みよも。追いかけへんから基本的に。追いかけられたいから、みよ。追いかけられたい恋愛がしたいから。人を好きになるって何？私が何って聞きたいですよ。あんまりでも人のこと好きにならなくて、いいなって人のことをもうここ数年で思わなくなっちゃったんで、それいいなって思う人ができた時は、その人を大事にしたい。だってそういう気持ちになることが、ほぼほぼないから9割ね。今までにお付き合いされた男性に、どういうところが好き嫌いと言われたことありますか？はっきりしてるとこ、何でも言っちゃうとこ、とか。今までの恋愛でキュンとした出来事を教えてください。お姫様抱っことか？恋愛で一番必要なのは何だと思いますか？愛。愛ですね。一番長く付き合ったの。2年ぐらいかな。もし好きな人にうざがられると思ったらどうしますか？もう引きます、それは。旦那へのクリスマスや誕生日などプレゼントの予算。その人によるけど50万以内、30万ぐらい。わからん。ちょっとみゆの意見参考になりますか？忘れられない人はいますか？いません。どうやったらいつまでも旦那に女として見てもらえますか？なんかとりあえず体をきれいにして、セックスを頑張ったらいいと思う。相手が飲みに出て朝帰り通り越して夕方に帰ってきてもまだ好きです。傍から見たらやばいですか？いやいや、もう夕方に帰ってきてる時点で、違う女の場所に帰ってますからね、確実に。昼に帰ってきても無理やわ。男性の頃は許せない行動ありますか？浮気。チャラい彼氏を信用する方法は？一緒におる時間とか、連絡頻度とか。でも連絡頻度はなぁ、わからんもんなぁ。浮気しててもできるからな、連絡は。一緒におる時間じゃない。彼氏いますか？いません。嫉妬した気持ちを可愛く伝える方法。可愛く伝えるっていうか、言う、そのまま。嫉妬した気持ちを言う。ファンです。キャバ嬢になる前と今、恋愛の価値観やタイプ変わりましたか？めちゃくちゃ変わった。でも、もう絶対的な金持ちがいいって思ってたけど、もう金持ちも金持ちで変わってる人多いから、そうじゃなくても、まあ、とりあえず、まあ、顔はイケメンやったら越したことないけど、一緒におって楽しい人がいいわ、やっぱり。友達以上恋人未満の関係をやめる場合の手段を知りたいです。私も知りたいです、それ。どうするんやろね。あと、セフレってこと？あと、セフレは嫌やな、でも。相手に自分だけ見てもらえるには。なんか、みゆしか見んといてとか、はっきり言ったらいいと思う。自分しか見んといてって。
結婚したらキャバ嬢引退しますか、みゆちゃんのこと見れなくなりますか。結婚したらキャバ嬢引退しますよ。もう結婚してキャバクラやりたくないもん。お酒によってワンナイトして後悔したことありますか。ない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 。どんだけ酔っても絶対記憶あるから、もうそんな、なんかお酒に惑わされて誰かとやるとか絶対ない。前儀ない人と思いますか。無理。そんな人おるの、まずそんな人おるの、無理やねんけど。みゆさんはナンパされてお付き合いに進展するのはありなし。ナンパしてくる男が嫌や。バツイチ子持ち。彼に嫌なこと言われたりされたりしても遠慮して本音を言えません。本音を言われへん人と絶対付き合わん方がいいですよ。初デートの服装。初デートはあんまりやりすぎひん方がいいと思う。気合張りすぎてキモいと思われるから。彼がめちゃくちゃ好きすぎていて自分だけなのかって思う時があります。そういう時はどうしたらいいですか。だから聞くよね。ほんまに好きとか、マリミエのこと好きとか。21歳で結婚を考えてます。みゆちゃん的には21歳で結婚と思いますか。みゆも20歳で結婚すると思ってたからね。今25歳ですけど。結婚何歳までにしたい。30歳までにしたいです。今25なんで。今まで何人くらいお付き合いされてるんですか。マジで5人も付き合ってないですよ私。お客さんに恋したことありますか。お客さんにしか、お客さんとしか付き合ったことない。むしろ彼氏とはどれくらいの頻度で会いたいですか。私は同棲したいタイプなんですよ。毎日一緒におりたいし。でもまあ毎日会われへんってなっても週1回は絶対会わないと冷めるかもしれへん。なんか一定のこの好きがこう下がっちゃうから、1週間に順位が下がってくる。そうそうそう、だから1週間に1回は会えるやろって思っちゃうから、好きやったら会いたいよね。みゆちゃんは彼氏に嫉妬することありますか。めちゃくちゃ嫉妬しますよ。めっちゃ言いますよ私。年上年下どっちが好きですか。絶対年上。マンネリ化みたいなのが嫌で話したんですけど、結局そのままでどうすればいいでしょうか。なんかずっと家におるんじゃなくてお出かけしたらいいと思う。なんか可愛い自分を見せたりとか、ずっとすっぴんでおるんじゃなくてみたいな。モテる男の人を虜にする方法を教えてほしいです。関わり方など。へー、モテる男もモテる男でプロやから、向こうも駆け引きせん方がいいかも。なんか普通に素直に言った方がいいかもしれへん。それは好きって分かった自分からアピールしますか。アピールするっていうか、かっこいいと思ってんねんとか、いいなと思っててみたいな軽い感じでは言った方がいい。何も伝われへんよりはちょっとは言った方がいいかもしれない。遠距離恋愛を乗り越えるために必要なことは。毎日電話したり、今帰ってきたよとか、おはようとか、お休みとか、そういう連絡は絶対いるし、まあでも週に1回は会いに来てくれないと無理ちゃいます。みゆちゃんは人を好きになるとどんな風になりますか。幸せエピソード聞きたいです。めちゃくちゃ乙女。好きな人ができたらすっごい乙女。てかもう一生9割友達にその話してる感じもうええって言われるからみんなに。元彼女の話する男の人どう思いますか。最悪。自分の前でまず違う女の話する男ってマジで最悪。ソープ調べてて行く気もないし、行こうとも思ってないしって言われたけど信じれない。それは確実に言ってますね。ソープ調べてたら。160センチの男の人どう思いますか。いやいや、みゆ身長高い人が好きやねん。愛されてるなと実感することは。でも一緒におってどんな感じかですよね。一緒に過ごす時間とか。時間じゃない、一緒におる。6年間忘れられない元彼がいて、前に進もうとするたびにタイミングよく連絡が来て気持ちが戻る。運命。6年間も忘れられへんってすごいですね。私結構別れても1ヶ月以内に絶対忘れられちゃうから、そんな大恋愛ってしたことないんかもしれへん、もしかしたら。私はみゆちゃんと逆で超追って告白しまくって付き合うタイプです。恋に疲れることありますか。あるけど、みゆなんか追うことが嫌やから、自分で追われる方が好きやから。追う恋愛はしたくないな、疲れるから。結婚願望ありますか。あります。付き合って男が女癖悪かったらどうしますか。嫌やー、女癖悪い人嫌やー。未来のない男と付き合った時は別れますか。なんかでもみゆ結婚したいから、結婚する気がない男は嫌かな。でも今までの彼氏のこともあって人間不信で彼氏欲しいのに次の恋に行けません。みゆも何回も人間不信になってるけど、やっぱり男を忘れるには次の男しかないから、その次の恋愛をするしかないよね。異性にキュンとくる瞬間ありますか。あ、でもなんかタバコ吸ってるとことか好きかもしれない。年の差カップルどう思いますか。いいよ全然。みや年上しか無理やから。みやちゃんは彼氏の前で甘えん坊になるのか聞きたい。みやなんかツンデレって言われる。でもみやよく、みゆちゃんが恋に落ちる瞬間ってどんな時ですか。こう会った時に分かる。会った時ってか一番最初に。あーでもだんだん好きになるパターンもあるからな。ふとして好きに落ちてますよね。もうお酒の流れでも浮気されたら別れますか。お酒の流れで浮気されても、お酒飲んでたら浮気するって、もう毎回酒飲んだら浮気するってことじゃないですか。それはちょっと嫌やな。惚れやすいですか。全然惚れやすくない。全然人のこと好きになれへん。メンヘラ気質ですか。メンヘラではないと思うんやけど、どうなんかな。自分では分からへんけど。距離を置くってどういう心境だと思いますか。なんかそれ一旦距離置こうっていう意味が分からなくて、みーはもう一旦距離置くんやったらもう二度ともう会うことないしって感じ。一生さよならって感じ。今までで一番年の差があった人は何歳差でしたか。でも10個ぐらいかな。男の人とご飯に行った時に割り勘されると一気に冷めます。どう思いますか。
割り勘は嫌やね。割り勘やったら自分が出すか向こうが出すかどっちかにしてほしいよ。もし結婚して子供がいたら旦那が飲みに行くの許す、嫌や。自分と付き合っててキャバクラ、他のキャバクラ飲みに行ったりする人嫌やな。みーは男のパイパンはありなし。まあいいと思うけど、まあどっちでもいいから別にそこは。彼に緊張しちゃって素を出せないんですけど、みゆちゃんだったらどうやって緊張をほぐしますか。でもその最初は緊張してもなんかずっと緊張して居心地悪い人嫌やから、なんかでも慣れていくやん、何回も会ってたらさ。居心地いい人がいい。最近彼氏いたのですか。もう全くいないですよ。25年ぐらいおらん。追われる女性になるにはあんまり追いかけすぎない方がいいかもしれないですね。みゆちゃんがこれは燃えるという男性の仕草ありますか。これめっちゃ来てんねんけど、なんかない。あ、これ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 、あ、ほんまそうや、これしてくる人。復縁したいと言われたのに1ヶ月で別れたいと言われました。振り回されない女に女性になりたいです。もう振り回された時点でもう次の恋愛行った方がいいですよ。それはほんまに時間無駄やから。同棲してる彼に毎月給料明細と貯金額を教えてと言われ、嫌なので理由を伝えても理解してもらえませんその給料明細見せとか言ってくる彼氏嫌よ。年上と年下それぞれ何歳まで行きます。年下は無理で、年上はまあまあ別にまあまあいけます、ある程度。束縛してくる彼氏どう思いますか。どう思いますかって、束縛してくる彼氏じゃないと嫌やねんけど、なんかほったらかしにされてたら、されてたら自分のこと興味ないんかなって思うかな。はい、ってな感じでね、めちゃくちゃ来てるんで、ちょっとめっちゃ長く なりすぎちゃうんで、続きは後編の方で見てください。